スタートです。各ウマ娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。コーレースが期待できそうです。先行争いは7番、9番、4番、期待通りの結果を出せるか。1番人気、ゴールドシップ。7番、早くも先頭に躍り出た。先頭から大きく離されて、2番手は3番、外から外から9番、4番、並びかけてきた。さあ、1コーナーから2コーナーへ向かっていくウマ娘たち。先頭集団を見ていきましょう。7番、先頭に立ちました。2番手の位置で先頭を伺うのは3番、外目をついて9番、さらには4番、外を通りまして5番、その後ろから6番、内、ゴールドシップ、その後ろから2番、それを見るように8番、7番、先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。涼やかな風を肌に感じる札幌の地、集団が一つにまとまって混戦状態です。お互いに牽制し合っているようですね。向こう上面に入って、先頭からしんがりまでおよそ7橋。キープしています。続きました9番、その後3番、さらに4番、少し離れて6番、それを見るように5番、ゴールドシップ、ここにいた。1馬身離れて8番、そしてそのうちから行ったのは2番。意気揚々と先頭を行きます。7番、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが。先頭は変わらず7番。続いて9番、まもなく第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか、最後の局面です。さあ、いよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。残り4人、じりじり詰めるゴールドシップ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。ゴールドシップ、ここで抜け出した。200を通過。ゴールドシップリードは2馬身、強い強い。先頭は変わらず、ゴールドシップ、ゴールドシップ、足利は衰えない。スタートです。各ウマ娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは18番、4番、15番、現在最高峰は1番人気のゴールドシップ。この状況どう見ますか。直線勝負にかけているんでしょう。終盤に期待です。5番、快調に飛ばしていきます。1コーナーから、そして2コーナーへ向かっていきます。さあ、激しい先行争いで前に出たのは5番、15番、並んでくる。早くも激しい競り合い。その外並んで18番、内をついて10番、5番手に4番、外から外からアグネスターキロ。1馬身離れて2番、その後3番、少し後ろから11番、キングヘイロ。並んでくる外で12番、ウイニングチケット。並んでくるゴールドシップ、内から行く。さらに8番、そして外目をつきましては9番、1馬身離れて14番。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ13馬身。順位を振り返っていきます。現在1番手は10番、続いて5番、1馬身差。面白くなってきたぜ。さらに15番、4番、5番手、差がなく2番、内には3番、アグネスターキオ。並んできた。さらにはキングヘイロ。外11番、内ゴールドシップ、それを見るように12番、内8番、外から外からウイニングチケット。少し離れて9番、1馬身差14番、後方2番手に17番、最後方成田大使。第4コーナーを進んで直線へ向かう。ウマ娘たちがどう動くか目が離せません。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。最後のコーナー、最初に立ち上がったのは10番、勝負は最後の直線に持ち越されたゴールドシップ。ここで上がってくるゴールドシップ、並んできたゴールドシップ、追い込んでくる。200を通過。3番、先頭に変わったゴールドシップ、強烈な末脚ゴールドシップ、完全に抜け出したゴールドシップ、追い上げるゴールドシップ。今スタートが切られました。バグウマ娘、綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはアイレス封じ、14番セイブスカイ、注目のゴールドチップ。少し後方に位置取りましたね。この位置なら周囲の様子を伺います。冷静にレースを進めてますね。アイレス封じ、快調に飛ばしていきます。1コーナーから2コーナーへ向かう。アイレス封じ先頭に立ちました。続きましたセイブスカイ、アイレス封じ、セイブスカイ、2人の競り合いは続いている。2人がレースを作りそうですね。花を奪っていったのはアイレス。さあ、セイウンスカイ、ここで先頭です。2馬身、3馬身開いて、身は速くて、4番手には14番、1番、追走。そして外目をつきましては、成田ブライアン。そしてそのうち、10番、その外並んで、アグネスターキオ。内で、17番、後ろ、ジンボリルドルフ。1馬身離れて、ゴールドシップ。2コーナー回って、向こう上面。順位を振り返っていきます。現在1番手は、アイレス・フージン。続いて、セイウンスカイ、2馬身、3馬身開いて。面白くなってきたぜ。そのうち並んで、身は速くて、すぐに続いてアグネスター
ウマ娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはセイウンスカイ2番13番注目のゴールドシップ、少し後方に位置取りましたね。この位置なら周囲の様子を伺います。冷静にレースを進めてますね。セイウンスカイ快調に飛ばしていきます。さあ激しい先行争いで前に出たのはセイウンスカイ、2番手の位置で先頭を伺うのは13番、その内並んで2番大きく離れて三輪早くて第4コーナーカーブ、先頭から後方まで縦長の展開だ。各自自分のペースを保っているようですね。依然としてセイウンスカイ、続いて2番、後から13番大きく離れて三輪早くて外目をついてジンボリルドルフ、それを見るように綾のトップが1周目の直線スタンドの大歓声に迎えられながら馬娘たちが走り抜ける。1馬身離れて1番、1馬身差7番、1馬身離れてテイルモオペラを、2馬身離れて18番、あとは9番、そして内目をつきましてはマチカネ服来た、そしてその後ろから行くのはゴールドシップ、外で17番、あとは12番、内をついて4番、後方2番手に5番、最後方マンハッタンカー勢いよく先頭へ行きます。2番どうでしょうこの展開、ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが、1コーナーから2コーナーへ向かう、順位を振り返っていきます。2番まだリードをキープしています。続きました13番、2馬身3馬身開いてセイウンスカイ、そして三輪早秀、その後ろマヤのトップが離れて1番、その外並んでジンボリルドルフ、内を回ります。7番その外並んでテイリモオペラを、2周目の向こう上面に入って変わらず先頭を突き進みます。2番先頭は依然2番、2馬身リード、1馬身離れて13番、3番手にセイウンスカイ、その後ろ三輪早秀、5番手マヤのトップが、後から1番ジンボリルドルフ並びかけてきた、1馬身離れて7番、さらにはテイリモオペラを、そしてそのうちマチカネ服来た、残り 1000m の通過、その後ろ9番、1馬身差12番、1馬身離れて17番ゴールドシップ、ここから仕掛けどころだ。先頭2番、レースはよどみなく進んでいます。1馬身離れてセイウンスカイ、その後ろ三輪早秀、ジンボリルドルフ並んでくる。13番5番手まもなく第4コーナーカーブ、馬娘たちがどう動くか目が離せません。勝負は最後の直線に持ち越された。じりじり詰めるゴールドシップ、ゴールドシップ前を狙っているぞ、まだ1馬身以上の差があるぞ、ここから捉えることができるのか。流行まで400、最終コーナーを曲がって先手を切ったのはゴールドシップ、前は2人がしのぎを削る、抜け出したのはゴールドシップ、だが後続も追いすがる。残り200、ゴールドシップリードは1馬身、ジンボリルドルフ食い下がる、ゴールドシップ足を綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。期待通りの結果を出せるか、一番人気レーシングフラッシュマヤのトップが快勝に飛ばしていきます。さあ花に勝ったのはマヤのトップが、このままリードすることができるか。まもなく第4コーナーカーブ、先頭はマヤのトップが単身で飛ばしていきます。ここで先頭は2番、2番のマヤのトップが、2人とも花は譲りません。ハイペースで流れる展開もありえますね。先頭がやや早いのか、縦長の展開だ。後方の馬娘が差し返せるのか、気になる開きです。まずは1周目正面スタンド前に入った、現在1番手はマヤのトップが続きました。2番魂離れてグラスワンダー、その後ろに14番、さらにレジロライアン、レイシンフラッシュ、ここにいた1馬身離れてマンハッタン、そしてさあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち、順位を振り返っていきます。さらにはマヤのトップが少し後ろから2番、そしてその外を回って14番、1馬身差グラスワンダー、後からレジロライアン、そしてレイシンフラッシュ、その後ろからナイスネイチャー、そしてその後ろから行くのはマンハッタン、そしてさらにはゴールドシップ、少し後ろから8番、それを見るように12番、その後からエイエモンミラーを1番、面白くなってきたぜ。少し後ろから13番、意気揚々と先頭を行きます。マヤのトップガン、どうでしょうこの展開、当たってしまっているかもしれません、一息つけるといいですが。2コーナー回って向こう上面、先頭は相変わらずマヤのトップガン、残り 1000m を通過、続いては14番、3番手には2番、4番手にはグラスワンダー、5番手にメジロライアン、少し離れてレイシンフラッシュ、1馬身離れてナイスネイチャー、後からゴールドシップ、内の方からマンハッタン、そして3馬身離れて8番、少し後ろから12番、さあここで目覚めるか、ゴールドシップこのまま一気に差しに行くのか。第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。まだ先頭は動かない、このまま直線での争いになるのか。ゴールドシップここで抜け出した、最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのはゴールドシップ、ゴールドシップこのまま押し切れるか、ゴールドシップ足色は怒らない、ゴールドシップリードは1月に200を通過、レーシングフラッシュ食い下がる、これはすごい、先頭は変わらずゴールドシップ、先頭はゴールドシップ、強いぞ。スタートです、各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。
来日者はマリアのトップガン続いている後ろ4番一番進化3番そしてその外から行ったのは遠心フラッシュ外から外から16番それを見るようにイコシャルウィーク輝く永遠のオペラ王まもなく第4コーナーカーブ声優スカイ会長に飛ばしていきます先頭がやや早いのか隊列は縦長になっています仕掛けどころの難しいレースになりそうですね順位を振り返っていきます先頭は遠心一馬身リード続きました15番3番手にはスーパークリークまずは1周目正面スタンド前に上がっていくさらには来日者は2馬身3馬身開いて前のトップガンあとは4番1馬身離れて3番そして遠心フラッシュ2馬身3馬身開いてスペシャルウィークさらに AM オペラ王16番並んできたそしてその内を回って17番その後14番外でゴールドシップ内から2番内を回って8番後方2番手に13番18番最後方が1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます現在1番手は15番すぐに続いて星雲スカイおよそ5馬身開いてスーパークリーク4番手にライスシャワー5番手には前のトップガン1馬身差4番面白くなってきたぜ少し離れて3番2馬身3馬身開いてレーシングフラッシュそしてスペシャルウィーク1馬身差 AM オペラ王少し後ろから16番後ろゴールドシップ内から17番さらには14番1周目の向こう正面に入って変わらず先頭を突き進みます星雲スカイ依然として星雲スカイ続いて15番その後ろスーパークリーク1馬身差ライスシャワー1馬身離れて前のトップガンその後から4番そしてその後方には3番そしてその後ろから行くのはレーシングフラッシュ後からスペシャルウィークそしてその後方には AM オペラ王残り 1000m を通過ゴールドシップ外から行く1馬身差16番1馬身離れて17番2馬身3馬身開いて14番ゴールドシップ伸びてくるかさあスーパークリークここで先頭です少し後ろから星雲スカイライスシャワー外から行く第4コーナーカーブ馬娘たちがどう動くか目が離せませんさあいよいよ直線だどのタイミングで誰が仕掛けるのかまだ1馬身以上の差があるぞここから耐えることができるのかゴールドシップ前を狙っているぞ遠心フラッシュまだ抑えたままだ400を切りました最後のコーナー先陣を切ったのはスーパークリークゴールドシップここで抜け出した一気に上がってくるゴールドシップ残り200食い下がるスーパークリーク先頭は依然ゴールドシップゴールドシップ足色は衰えないゴールドシップリードは4馬身強ささあゲートが開いた各馬娘揃って綺麗なスタートを切りましたこれは位置取りが熾烈になりそうですねさあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿このままリードすることができるか先頭から大きく離されて2番手は当選状だ3番手には18番4番手にはスペシャルウィーク内から行くヘイリムオペラ王その内並んでマヤのトップガンそしてその外から行ったのはグラスワンダー内にはメジロマックイーン外を回って16番さらにはゴールドシップ第1コーナー回って第2コーナーサイレンス鈴鹿会長に飛ばして行きます先頭はサイレンス鈴鹿単身で飛ばして行きます続きました当選状だマヤのトップガン並んできた外でグラスワンダー5番手に18番外から行くテイリムオペラ王1馬審査スペシャルウィーク少し離れてメジロマックイーン4馬審査16番そしてそのうち10番2コーナー回って向こう正面順位を振り返って行きます先頭は依然サイレンス鈴鹿1馬審リード続いてマヤのトップガン外で当選状だ内でグラスワンダーそれを見るようにテイリムオペラ王そしてそのうちスペシャルウィークさらにうち18番そしてその後ろから行くのはメジロマックイーン2馬身離れて16番その後6番外から10番ゴールドシップここから仕掛けどころだまだ牽制し合っているのか互いに探り合いのままレースが進みますこれだけ密集していると紛れがありそうですね依然先頭はマヤのトップガン1馬身離れて当選状だ間もなく第4コーナーカーブ勝負どころ最後の直線へとかけていきますまだ1馬身以上の差があるぞここから捉えることができるのか勝負は最後の直線に持ち込まれたさあここから先頭を疑うのは当選状だ最終コーナー先陣を切ったのはマヤのトップガンそこを回っていったのはゴールドシップ並んでくるゴールドシップゴールドシップ勢いよく上がってくるぞ残り200これはすごいゴールドシップ足を捉えないゴールドシップリードは2馬身2番手争いはマヤのトップガン当選状だきれいなスタートを切りましたこれは位置取りが熾烈になりそうですね先行争いはエアグレーブスペシャルウィーク4戦上段期待通りの結果を出せるか1番人気ゴールドシップスペシャルウィーク先頭に勝ちました2番手の位置で先頭を伺うのはエアのトップガン3番手ライバスターレットさらには3番さらに4戦上段すぐに続いて AM オペラ王少し離れてエアグレーブ2コーナー回って向こう正面花を奪っていたのはスペシャルウィーク続きましたマヤのトップガン
もしれません。一息つけるといいですが。まだ先制し合っているのか、互いに探り合いのままレースが進みます。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。大欅を越え4コーナーへ。まだ1橋以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。さあ、いよいよ直線だ。どのタイミングで何が仕掛けるのか。ギリギリ詰める。マネのトップガン、マネのトップガン、ここで抜け出した。ゴールドシップ前を狙っているぞ。さあ、最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入った。ゴールドシップ上がってきた。400を切りました。各ウマ娘、綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行
争いはサイレンス鈴鹿、セイウンスカイ11番セイウンスカイ先頭に立ちました。2番手の位置で先頭を伺うのはサイレンス鈴鹿、3番手に11番2馬身差9番1馬身離れて6番後ろ5番その外並んで16番少し離れて岩林でサイレンス鈴鹿上がっていきます。セイウンスカイ会長に飛ばしていきます。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち、ゴールドシップ落ち着かない様子、スタミナを切らさないか心配です。先頭は変わらず、セイウンスカイ届きました。サイレンス鈴鹿3番手11番1馬身離れて9番後から16番岩林で並んでくる。そして内目をつきましては6番少し後ろから5番さらにウイニングチケット1馬身差7番向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ14馬身順位を振り返っていきます。先頭は相変わらずセイウンスカイ、続いてサイレンス鈴鹿、さらには11番9番並んできた5番手に16番岩林で内を回って6番それを見るようにウイニングチケット、少し後ろから5番1馬身差成田大志、内の方から7番ゴールドシップ、ここから仕掛けどころだ。先頭セイウンスカイ、レースはよどみなく進んでいます。1馬身差サイレンス鈴鹿、3番手には9番1馬身離れて三輪早くて少し後ろから11番まもなく第4コーナーカーブ、内から来るか外から来るか最後の局面です。この直線で勝負が決まるぞ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。気持ちよく逃げている。セイウンスカイゴールドシップ前を狙っているぞ。最終コーナー最初に立ち上がったのはセイウンスカイゴールドシップ、上がってきた外からウイニングチケット、驚異的な末脚ウイニングチケット、すごい足で上がってきた200を通過ウイニングチケット、足を加えウイニングチケット、リードは2馬身タックルをウイニングスタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。サイレンス鈴鹿とセイウンスカイ、この2人が競り合っているぞ。先頭をかけます。セイウンスカイ差がなくサイレンス鈴鹿、激しい先頭争い。そしてその内から行ったのは12番三馬身差15番三輪早くて追走、10番並びかけてきた少し後ろから16番内1番外にはメジロライオン、内キングフェイロ、第1コーナー回って第2コーナー、セイウンスカイ会長に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはセイウンスカイ、このままリードすることができるか。続いてサイレンス鈴鹿、さらには12番10番4番差がなく15番16番並んできた内から1番1馬身離れて三輪早秀、その後ろにメジロライオン、後ろキングヘイロ、少し離れてゴールドチップ、向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ16馬身順位を振り返っていきます。先頭は相変わらずセイウンスカイ、続きましたサイレンス鈴鹿、3番手に12番1馬身差16番少し離れて後ろから1番10番並んでくる、外から三輪早秀、内をついてメジロライオン、そしてキングヘイロ、少し離れてゴールドチップ、そして内目をつきましては成田大志、少し離れて2番その内並んでウイニングチケット、6番並んできたさらに外から13番後方2番手に4番7番最後方からという体勢であります。第4コーナーカーブ勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。まだ差がある。ここから先頭を捉えると出てくるのか。この直線で勝負が決まるぞ。ゴールドチップ前を狙っているぞ。気持ちよく逃げている。セイウンスカイ最終コーナーを曲がって、最初に立ち上がったのはセイウンスカイ、外を回っていったのはゴールドチップ、追い上げてくる子はまだ2馬身後ろ、ゴールドチップすごい足だ。残り200、ゴールドチップ完全に抜け出した。強いゴールドチップ、足を加え各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。マルゼンスキーと4番、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気ジンボリルドルフ、さあ花に立ったのは4番、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはマルゼンスキー、3番手スーパークリーク、1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。先頭は4番単身で飛ばしていきます。続いてマルゼンスキー、激しい先頭争い、4馬身離れて東海帝王スーパークリーク、並びかけてきた差がなくテイエムオペラを、あとはマヤのトップが、内にはハッピーミーク、8番並んでくる、その後ろに10番3番並んできた、向こう正面に入って先頭はマルゼンスキー、マルゼンスキー会長に飛ばしていきます。順位を振り返っていきます。現在1番手はマルゼンスキー、続きました4番、さらに東海帝王、その外並んでテイエムオペラを、1馬身差スーパークリーク、1馬身離れてマヤのトップがハッピーミーク、続いている。ここで一気に後続が差を詰めてきた。先頭は変わらずマルゼンスキー、1馬身離れて4番、そしてその外を回ってテイエムオペラを、4番手に東海帝王、それを見るようにスーパークリーク、内ハッピーミーク、その外並んでマヤのトップが、1馬身離れて3番、まもなく第4コーナーカーブ、ここからスパート、一気にレースが動きます。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。
お。Mm-hmm.